皆さん、こんばんは。令和3年度第2回スポーツインテグリティ研修会にご参加いただきありがとうございます。この研修会は、スポーツインテグリティについて理解を深めて、安全・安心なスポーツ界を構築するため、東京都と東京都体育協会の主催で開催しています。2019年度から実施され、ジュニア期のスポーツ指導、スポーツマンシップを取り上げ、昨年12月には、 暴力・暴言の根絶をテーマにしました。今回はスポーツと多様性について皆様と学んでいければと考えています。申し遅れましたが、本日の司会を務めさせていただきます、東京都体育協会の小林です。よろしくお願いします。なお、プログラムに入る前に事務連絡をさせていただきます。今回のウェビデアンでは Q&A 機能を用います。 シンポジウムの中でパネリストの方へご質問のある方はご活用くださいこちらでチェックして取り上げさせていただきます皆様にとって有意義な時間となることを願っておりますシンポジウムに入る前に被災者を代表して東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部事業推進課長本田直美よりご挨拶申し上げます皆さんこんばんは 東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部事業推進課長の本田でございます。本日はご多忙の中、オンライン研修会へご参加いただき、誠にありがとうございます。本研修会は、スポーツ指導者の方をはじめとする皆様方を対象に、東京都体育協会と共催で、令和元年度から開催しております。さて、スポーツインテグリティとは、スポーツ活動における安全性、 公平性、公正性が保たれていること、またそれを目指す理念を意味し、ハラスメントや差別等の不正がない状態を指します。昨年の夏には、関係者の皆様の多大なるご支援、ご協力のもと、さまざまな困難を乗り越えて、東京2020大会が開催されました。同大会では、人種、国籍、性別や障害の有無等に関わらず、 たくさんの選手が活躍するなど多様性にあふれた大会となりました。東京都はスポーツにおけるハラスメントや差別等の不正をなくし東京2020大会で掲げた多様性と調和が尊重されるようスポーツインテグリティを継続的に普及啓発していくことが重要であると考えております。本研修会ではオリンピック・パラリンピックへの出場経験がある方や スポーツとジェンダーの分野を研究されている方を講師にお招きしております。ぜひ、本日得た知識を指導の現場で生かしていただければ幸いです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではシンポジウムに入りたいと思います。私から進行をお願いするファシリテーターをご紹介します。江口桃子様です。江口様は 各メディアやスポーツイベントのアナウンサーとしてご活躍され現在は一般社団法人日本スポーツマーシップ協会の理事としてスポーツマーシップの普及に努められていますこの後の司会はあこの後の後進行は江口様にお任せいたしますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします小林さんどうもご紹介ありがとうございますそして皆様はじめましてアナウンサーの江口桃子と申します あの私はスポーツに関しては何かできたとかそういうわけでは全くなくてだからこそスポーツに対する憧れとか尊敬の念を持っていますそして今はスポーツというのは、まあ、する見る支えるという視点があると思うんですがその人たちのことを伝えるという立場で活動をしております。で多様性性という面に関しましまてはあの私は私女性であり 子育てをする母親であります。そして、日本スポーツマンシップ協会の理事という、なんかちょっと偉そうな肩書きもついてるんですが、まあ、それもきっと多様性という観点で選んでいただいたんだなと思っています。で、私もあの多様性に関して知っていることもあれば、ほとんどでも知らないこともたくさんあります。今日は。 皆さんあのパネリストの皆さんに教えていただいたり皆さんと共に学びながら一緒に考えてじゃあどんなふうに行動していこうかなということを共に考えていきたいと思いますどうぞそのような視点で司会していきますよろしくお願いいたしますはいということでですねまずパネリストをご紹介したいと思いますじゃあお一方ずつ簡単にご紹介いたしますがまずお一人目が伊藤花江さんです伊藤花江さんよろしくお願いします 2008年北京そして2012年ねあのロンドンオリンピックの競泳日本代表ということで今はスポーツ健康科学博士という肩書きもお持ちということで、はい、よろしくお願い,いしまよろしくお願いします入ってますか大丈夫ですか入ってますねお願いしますねあのマイクもねはいそしてお二人目が 花岡信一さんです。花岡さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご覧の皆様もよろしくお願いします。はい。一般社団法人日本パラ陸上競技連盟の副理事長、そして2004年アテネ、2012年ロンドンパラリンピックマラソン男子代表ということで、今日はねそんな視点でお話を伺います。お願いします、はい。花江さんとは同世代のアスリートでしたからね。<laughs> はい。ねえー、ロンドンではオリとパラでご一緒だったということですよね。 一緒ですね。はい。なんかこうやってご一緒できるようになるとは。では打ち合わせでもとても親しくお話をされてました。<laughs> お願いします。そして。 もう一方研究をされているというお立場で藤山真さんにお話を伺いたいと思いますが東京都立大学ダイバーシティ推進室特任研究員そして日本スポーツとジェンダー学会理事長というお立場です藤山さんよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたしますはい、まあ、あの周りに、ね、レインボーのカラーが見えましてもうすでにお立場をとても表明しているのかなという <laughs> 読み取っていただいてありがとうございます <laughs> よろしくお願いいたしますまあ、このお三方と一緒にお話をしていくんですけれども今回はスポーツにおいて多様性を尊重する意義と課題ということでお送りします多様性っていうと皆さんの頭の中にいろんな多様性が浮かぶと思うんですがこのシンポジウムの狙いを最初にご紹介しておきますこのシンポジウムの狙いは スポーツに存在する多様性を知ることによって安安全安心なスポーツ界を作っていいいきたいその思いですで今回はさまざまな女性であったり障害ということそれから性的マイノリティの研究者という立場のこのお三方に体験談だったりご意見をいただくことで違い多様性っていうのがあるんだなっていうのをまず皆さんに知っていただくこと。 そしてそういった違いに気づけるスポーツ指導者だったり当事者になるあの関係者になっていただきたいということです。でじゃあそこかから何を行動するということは私たちがこれをしてくださいというのではなくて一緒に考えていくそのような視点で行ってまいりたいと思いますがぜひあの東京2020大会のねあったまだ年度ということでやはり東京2020大会の 多様性と調和という大きなテーマ、これを私たちが引き継いでいくっていうのも大切なんじゃないかなと思っています。そんなことでどうぞお三方よろしくお願いいたします。<laughs> じゃあですね。まずその多様性っていうことで、まあ、皆さんそれぞれのバックグラウンドがあると思うんですが、それをこう踏まえてのちょっと自己紹介を <laughs> 改めてしていただきたいんですが、じゃあ伊藤さんからお願いしましょうか。はい。あの 一番若いいいいととうことで <laughs> <laughs> あの先にさせていただいますもうお二人素晴らしいこれからまた紹介もあると思うんですけどまずあの私こう現役時代の写真なんですけども、はい、私も競泳の選手であのずっと青春時代っていうんですかね10代からこう20代までずっとあの 日本代表としてやってきたんですけどもあの私もあの東京2020では組織委員会で働いていたこともあって、はい、あ多様性と調和っていうところの,あのビジョンの方もあのたくさん目にして考えてきていますけどもあのやはりあの私の現役時代の時にはですね私女性ですので、まあ、月経っていう問題もありました。でその当時はもう 見ていただくともう結構もう大昔の話みたいにしてたんですけどもお金上がってね10年ぐらい経ってあの <laughs> だいぶ経ってるんですけども、はい、あのやはりこの当時の,です、ね、その月経コンディションのところであったりとかあの引退後ですねちょっとこう私も自分自身で発信したところですね大変反響があって、まあ、それからその月経に関しての活動をずっとし,しているんですけどもやはり当時はなかなかその知識がなかった。 まあ指導者も含め私自身もあのその月経の知識がなかったっていうところでやっぱりその調整だったりあのやっぱり離島スポーツっていうのはピーキングっていうところでピークを合わせるっていう大変さっていうのも,もう皆さんね感じてらっしゃる花岡さんも感じてらっしゃるところであるんですけども女性の場合はまあよくこの月経の課題があるっていうところで私今この活動を1252プロジェクトっていうところでしているんですけどもやはりあの現役時代もですねそれだけじゃなくてあのオリンピック 先進村行きますとたくさんの人いますのでやっぱその宗教って日本にいるとなかなか感じられない部分だったりとかってすごく深く感じてその経験も、ね、あ,のありながらやっぱこの月経の問題っていうのにたどり着いたかなっていうふうに思ってますので今日は皆さんと活発な議論をしてですね私自身も先生からも学びたいと思いますし花岡さんからも学びたいと思いますのでぜひこう皆さんと共有できたらなと思いいいいままますすすすよろししくお願いします大丈夫ですかはあ、いはいはい、ありりががととううごござざいます。 あの月経という問題はもうなかなか私もこういうメディアとかにずっと何十年もいますけど月経とか生理とかっていうのをメディアで その言葉を発したことが正直ないんですねだけれどもやっぱりすごく重要だっていうのを今回改めて思いますしあとで,でゆっくりそんなお話もしたいですしで男性の方はなかなかやっぱ自分からそこに入っていきづらいと思うので今日はもう私たちがねちょっと唇を切っていろんなことをお話ししたりこんなことあるんだよっていうのをぜひ知っていただきたいと思いますがよろしくお願いしますよろしししまますすよろくおお願願いいいいささあそてて続んたします。 ははいでは改めまして皆さん花岡信一と申します、えー、今ね伊藤さんのお話を聞いててやっぱり僕も今コーチをやってるんですけど女性特有の課題っていうのは知らないと考えられないんですよね。 まず知るってすっごい大事よなーっていうのことを今伊藤さんのお話を聞きながらいや実は YouTube で動画も僕見させてもらってて <laughs> <はい笑>すごくためになるんですよねあの動画。ぜひ皆さんも見ていただきたいなと思いますがまあ僕自身はあの車椅子マラソンのパラリンピアンとして今ここにいるんですけど17歳の時にバイク事故で歩けなくなってるんですよね。でででも僕は歩けけけななななくなるとといいうできないことが自分の体にに付加わっったんですけどまあスポーツを通してて幸せになってこれた かなと思ってるんですで僕は今もうアスリートではないんですけれども、まあ、競技団体の役員として活動する中で、まあ、うちの,そのパラ陸上競技連盟の未来ビジョンっていうのがあるんですけど、はい、まあそれが障害性別年齢とかいろんな違いを超えていって、まあ、全ての人の陸上競技の機会を僕たちが作るんだっていうことが一つあと陸上競技を通して世界とつながって勢い社会を実現するっていう。 そういう目標があるんですやっぱりそのためにはですね誰も取り残さないっていうことがすごく大事なのかなと思いますのでこれから先はですねアスリート活動とは別にあの誰も取り残さないスポーツっていうものがどういうあり方なのかっていうのを考えていきたいなとまあ皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします取り残さないあいいですねねもう早くお話聞きたいですありがとうございますそして 藤山さん、ね、藤山先生とお呼びしたいんでしょうか。もういやいやとおっしゃってくださってますが、ね、あの、本当に研究者という立場だったり、理事長という立場ですが、改めて自己紹介をお願いいたします。はい。えー、まあ、先に生まれたと書いて、先生っていうぐらいですね。<laughs> えー、藤山、新しいと書いて、新って読みます。いい名前でしょ、はい、<laughs> えっと、私、あの、今日は、あの、日本スポーツとジェンダー学会の理事長という立場、で、まあ、基本的に呼ばれているかなと思います。 100人ほどの小さな学会なんですが、ジェンダーというキーワードからスポーツのいろんなことを考えていく、そういう研究者やあのジャーナリストの方とか、スポーツに携わっている人たちが集まってきている、そういう研究会になります。であのまあ 私自身はですね、特にスポーツにおけるセクシュアルマイノリティの当事者と関係、えーまあ、特にトランスジェンダーのアスリートですとか、そういった方がスポーツに参加することの、まあ、課題とか、えー、公平性の問題とか、そういった非常になかなか結論が見えないテーマを、えー、メインに取り組んでいるところです。 でもう一個ですね、私の立場としては、東京都立大学ダイバーシティ推進室の特任研究員という立場もございます。でこ,あのこちらちょっとご紹介させていただきますと、あの男女共同参画の推進というところをベースにしながら、あのセクシュアルマイノリティ含めた多様性を踏まえた構成員支援。 それからああとと障害のある構成員ののる員支援というものを同じ部署で担当しております私はそのジェンダーのところとセクシュアルマイノリティに関するまあ支援とか理解啓発というものを担当していて直接ここではスポーツっていうキーワードは出てこないんですけども、まあ、今まででもあの下山田志保さんですねサッカー選手のなど方にご講演をいただいたりという形でそういった側面からもどんどん切り開いていこうといろいろ画策しているところですので、まあ、今日は何かの皆様のお役に立てればと思います。 ます。あありがとうございます。これ出てきなさい。日本スポーツ協会というところで、あのまあ、指導者の皆様にセクシュアルマイノリティに関する様々な情報をお届けするというプロジェクトをただいまやっております。おそらく今日参加されておられる。あの指導者の皆様方はこの、えー、ガイドラインを。を 配布されておると思いますけども、もしお手元にないという方ですね、ぜひ QR コードからダウンロードしてお読みいただけると嬉しいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ちなみに先生はなぜこの分野を研究するというこうことに至ったんでしょうか。うん、やっぱりあのスポーツは見るのも。 自分でするのも多少好きだけれども決して上手ではない、うん、だけれどもで典型的な私は身体的に男らしい男っていうほど力強くもないでスポーツの中ではどうしても終焉化される存在だったんですねもともとだけれどもそういう人だってスポーツに参加して楽しむっていうことができていいよねっていうのがどうもある,あるということでそこにどうもジェンダーっていう要素とかがかなり 深く関わってきててき障害になってるハードルになってるっていう感覚があってですね、ええ、そこなんとかしたいなというのがあったという感じですかね。 あ,あ、そうなんですね。ありがとうございます。で <laughs>、ね、是非このお三方に特にこの方にこれを聞きたいとか、ご質問もあれば、あの q&a というところから、あのこういったことを質問したいっていうのが、まあお時間の許す限りですけれどもありますので、ぜひ質問もお寄せください。まあ,あの多様性という中には人種だったり、肌の色性別、別性的、思考、言語、宗教、政治障害の有無などあらゆる違いっていうのがあるんですが。まあ、今日はこのお三方に。 特にこう専門性をね持ってお話をしていただきたいなと思っています。で今回は2つの大きな柱を設けてるんですがまず1つ目としてあのそれぞれのお立場から見た東京2020大会の多様性というお話をしていただこうと思います。で2つ目として未来未来ねどんなふうにしていたらいいかというアイデアそのようなことを出していただこうというこの12という構成を考えております。 話ししていいきたいんですが最初に申し上げたとおりやはり東京2020大会「多様性と調和」ということがテーマでしたでオリンピックってつい終わってしまうと「あの時はそうだった」ってあの時のお祭りで終わってしまうんですがやっぱりこの2020大会のこのレガシーという遺産を残すで昔のようにねこう 何か地下鉄を作ったそれが遺産だっていうものでもなくてやはり今回はこの多様性っていうものを残すにはなんか私たち一人一人が絶対に 何かかかしててていかないいいいいなななと残っていかないなっていう思いはありますじゃあそんなわけでこうじゃあどんな多様性があったのかどんな多様性が発信されて今生かされていたり逆にこれはまだできてないよねっていうようなことをちょっと最初にお話ししていきたいんですがまず最初にお三方から見た東京2020大会の多様性ということなんですけれどもそれぞれが これ多様性だったなとかこれ印象的だったなっていうその多様性という切り口から東京20大会の印象,だあの印象的だった面をお話しいただきたいんですがじゃあいつもの順番の伊藤さんからいきたいと思いますが <laughs> すいませんが喋らせていただけます <laughs>。<laughs> <laughs> まあ、私も委、はい、金会に、ね、いたっていうこともあってですね、はい、その実質的なあの、まあ、成果としてはですね私も一番あの目についたなって思っているところがですねやはりこの表彰式の時に、うん、あのメダルを渡す方お花を持つ方が女性じゃなくなったっていうところがありまして<ー> <laughs> あのやはりこう、まあ、当初、ね、このクーベルタンっていう方がこうオリンピックを 作られた時はですねやはりこの女性のオリンピック参加をやはりこうあまりよく思っていなかったっていう背景もあるっていうのがありましてやっぱりただ現代においてはですねやっぱりその東京大会からはそういうことをなくしたりあとキッシュですねあと2人男女で入場したりとか<ー>まあそういうところもありましたので、まあ、その辺りも多様性かなと思いますし、まあ、国立競技場の トイレユニバーサルデザインっていうところで聴覚障害の方にもトイレのことが分かるような音声ガイドとかもありましたので、まあ、そういうところもあったと思いますしまあやはりあのジェンダーバランスですね、はい、だいぶ均等でしたよね。 そうですよねあの先生に聞いた方がいいかなと思ったんですけど <laughs> あの、まあ、そういうところもあったので、まあ、メッセージとしてこの出せどこまで出せたかっていうのはまあこれから先ほど江口さんもおっしゃってましたけど私たちがどういうふうにこれ続けていくかっていうところもあると思います。後で先生のスライドも 言いたいことがそこに詰まってますので、なか、はい、先に言っちゃうとあれなので、<laughs> なんかあの、ま <laughs> たなんかまあ、やっぱりこの、その女性だからとか、男性だからとか、まあ、そういうところの言葉のあの気をつけ方っていうのは、結構浸透したかなとは思いますね。やっぱピョンちゃんの時からも、<ー>結構この ioc からもいろいろ。 表現のの仕方ってていいうのは言われているわれるけですよね、うん、メディアの方に。まあ、例えば男性の強い人だったらかっこいい、うん、強い素晴らしいでも女性はなんか美しいとかね、うん、なんかこう、うん、そういう表現をしないようにとか、うん、まあそういう,こうガイドもあったりもしましたので、うん、やはりその表現の注意するべきところっていうのは、まあ、私もこう全然それこそさ あと最近言っっちゃっていいですか <laughs> <laughs> アンコンシャスバイアスって言葉が出てくると思うんですけども <laughs>、はい、なんとなく認識しちゃっている固定観念っていうかねそういうところにとらわれてたなっていう今回この東京大会でこういうビジョンを持った時にすごく私自身勉強になりましたので女性でありながらもやはりこうあまりそこに考えてなかった自分がいたかなって思うので、まあ、そこがちょっとはできたかなって。 っていうちょっとですよねでもねちょっとはできたかなって、まあ、まあ働いてる人たちは多分相当考えられたと思いますし、まあ、どこまでそこら辺がねアウトカムできたかっていうのはなかなか難しいところであるんですけどもまあ私自身は相当勉強できたかなって自分自身では思ってますけどまだまだ根深い奥深いジェンダーの問題だったなって思いますけどだなと思いますはい。確かに私もあの 大会のマスコットのミライトアとソメイティってあの青い子ピンクの子がいてで最初に私はもうあれを見た時にあ男の子女の子なのかなって思っちゃったけどそうではないんですよってこれは性別を超えてるんですよって言われてあやっぱり私も勝手に思い込んでたなってもうそこからが私もオリンピックパラリンピックスタートだったんですけどそういうのはありますしあとあの花江さんは。 ね、あの会場の中とかも入ったりされたと思うんですけどそういう中でこう例えばあ女性としてこんなにこれが使いやすかったとか,なんかここはすごく女性に配慮されてるなとか逆に男女関係なくこう配慮されてるなっていうようなポイントは何か見つけましたかそううですすねああありましたありままししたたたたなんか全部あっっっような気もするけどん花子さんに振っちゃった とにかくそのさっきの自分の思い込みは出せないなっていうのはまあ僕はパラリンピックの解説を担当してましたけどやっぱりあの社会通念的な男性らしさ女性らしさで言ってはいけないっていうのがやっぱり非常に今回大きくクローズアップされたようなって、うんうん、メディアに出てられた時の <laughs> やはり発言りその人らしさを表現するにはどうしたらいいかっていうのをすんごい考えましたからね。いや本当ですよ、ねうん、そうするともう100人いたら100通りになっちゃうんですけどね。本<ー>、うん、本当に <laughs> 本当ににそうなんですよねまあ、だ会場内でもねやはりこの、まあ、トイレとか、はいまあ、そういう物理的なあのシステムのところも、はいまあ、だいぶ良くなってはいると思うんですけどもおおむねやっぱりのパラリンピック選手。はい とかまあ、障害を持っている方への配慮っていうのが多く見られたかなっていうふうに思っていますねそうですねあの新国立競技場の,あのワンフロアの車椅子用トイレというかユニバーサルトイレの数がものすごい数あってね、はい、もう選び放題そうなんですどこでも行けるみたいなそうなんですよだからどこがね例えば車椅子の方がどれぐらいのドアの幅だったら入れるのかとか、えー、どこまでお手伝いすればいいのかとか、うん、まあ結構。 名前言っない方がいい言った方っ車いあのメーカーさんのオットボックさんとかと一緒にいろ、うん、んな研修を重ねたりすると、うんまあ、ダイバーシティアンドインクルージョンという概念もありますから、うんまあ、やはり自分自身がマイノリティなのかとか、うんまあ、そういう考え方をしてるともうちょっとよく分かんなくなっちゃってきたんですけどもさまざ、あ、まなこう取り組みをソフトな面でも、うん、ハードな面でも。うん 考えてはいたんですそしてじゃあ花岡さんにね花岡さんはまあ解説という立場でも出られたしあと自分が教える方を、ね、こう応援するという、まあ、コーチというねお立場でもあったと思うんですが花岡さんから見た2020大会のこの多様性の印象深かったことは何でしょうか そうですね。あのまず自分自身がそのメディア側の人間になったっていうことがあのダイバーシティだったなと思うんですよね。うん、あの2020大会が決まるまでのそのパラリンピックの取り上げ方ってまあ、量が少ないのもあるんですけど。うん 報道量が少ないんですけどまずその障害のある当事者がパラリンピックを取材したりとかっていうことはまずなかったですしでやっぱりその決まってからの数年間っていうのも選手が露出することはあってもメディア側としてあの障害のある人が露出するって本当に少なかったんですけど、まあ、今回その2020大会では NHK には障害のある当事者リポーターもいたし、はい、各競技の解説は本当あの元選手がやってたりっていうところで考えると 非常にメディアのダイバーシティは進んだっていうふうに考えられるんですよまあ、これ一時的ではダメだと思うんですけどまあ、例えばイギリスの BBC とかだったら当たり前のようにその障害のあるリポーターがいると、はいまあ アナウンサーがいいたりとかっていう目の見えないアナウンサーとかがいるけどそれ喋れるのかなって正直思ってしまうんですけど、はい、向こうはもうそれが当たり前っていう風になってきてるそれはやっぱりいろんなトライアンドエラーがあったと思うので、まあ、今回の2020大会がその中のトライの一つになったらいいのかなっていうのはすごく強く感じましたね。花岡さんは、ね、こう自分がが障害があるっていう立場で こう話す。でも、障害がないという人に向けて、自分の当たり前と、その当たり前じゃない人へのこうなん橋渡しをするということで、何かこう言葉だったり、こういうことを気をつけた、みたいなことってありますか？そうですね、そのさっきのその人らしさを表現するっていうところでいくと、あの不思議なんですけど、えー、車椅子の選手っていうところをちょっと切り取ってみ見ると。うん あのー、生まれた時から障害のある選手の方がやっぱ圧倒的に強いっていう傾向があるんですよ。でも例えば世の中の考え方だったら生まれた時から障害者ってなんてかわいそうなみたいなイメージがあるかもしれないんですけどでもパラリンピックの世界ってそうではないんですよ。やっぱり生まれた時から歩けない体だとその歩けない体と車いすを使って動くっていうことに特化して発育発達していくので。 それが選手になった時にはあの僕は17歳で怪我してるのでかなり成長してから車いすに乗り始めてるんですよね。まあ、そういう選手と比べるとかなりパフォーマンスに差が出てくるっていうのは明らかなのでそういうところはこう,うまくあの説明したいなと思ってたんですよ。っって思って思 思わないでくださいってストレートに言ってしまうとそこで終わっちゃうんですけどこの選手はこういう生い立ちで今こういうパフォーマンスを出せているのはきっとそこがあのベースになってるんですよっていうことをそのまま伝えるっていうようなそういう心がけはずっっと思ってましたけどあとこう印象的だったこととしてあるリレーのことを挙げてくださってたんですけれども。 あのユニバーーサルリレーですね、はい、まあちょっと今回僕陸上の話しかほとんどできないと思うんですけれどもリレー競技日本人って結構好きだと思うんですけれども<ー>まあ今まで 100m×4 のレースとあと 400m×4 のマイルレースリレーと2種目あったんですけどそれがなくなりそうになったんですよね。 でそれをなくさないでっていういろいろロビー活動したらユニバーサルリレーっていう形で残してくれたんですよ。はい、でそのリレーのルールは、えー、4人走るんですけど 100m×4 のリレーを4つの障害の種類 のの選手を出場,出場させるっていうのが一つあと4人のうち2人が男子選手2人は女子選手っていう組み合わせにしなきゃいけないっていうルールになったんですよ最初結構びっくりしましたけれどもこれが結構あのやってみると見てる方からの評判もすごく良くてこれこそザ・パラリンピックだみたいな。 そういう評価もあったし、やっぱりその競技として見て面白いものだっていうような評価もいただいたので、これ、すごくこのなんていうんでしょう、ダイバーシティっていうものを前面に押し出すには、こういうやり方あるよっていうのは、すごく種目としてはいいものかなとは思いましたね,ねこうタッチでこう繋いでるのが見て、なんかすごく感動しましたよね。<laughs> そうなんですよ、なんでタッチなんやろうって、あの見てる人、思ったかもしれないですけど、はい、腕のない選手もいるので、バトンは <laughs> 持てなかったりしますからね。<ー> そういうところを一つ一つ知っていくとああ、はなるほどっていうことがたくさんあるのがパラリンピックかなと思いますあとあのコロナでこう延期っていうのもありましたけどこう障害のある選手たちってそのコロナだったり例えばワクチンが打ちづらいとか基礎疾患がとか何かそのコロナで結構翻弄された部分とかこれはもうオリンピックにも言えることかもしれないんですけど確かに明暗は出たんですよね。 あのプラスになった選手もいればやっぱりマイナスになった選手もいたんですけれどもまあパラリンピックの選手特有なところとしてはやっぱり特にワクチン打つときに自分の障害で打っても大丈夫だろうかっていうそういった具体的な悩みっていうのは実際出てましたねけどやっぱりその最終的な判断としては例えば重症化したらもうパラリンピックに出ること自体がかなわなくなるとかそういう判断基準にみんななってたので。 最終的にはもうちょっと不安はあるけどワクチンを打ってもしかかったとしても重症化しないような対策っていう理解でみんな打ってましたね、まあ、当然あの打たずに出場した選手もいましたけれども,もうそこは個々の判断だからいいとは思うんですけれどもねやっぱりでもその打つ打たないのところには結構みんなそれぞれ悩みはあったみたいですね。ありがとうございます今度は藤山さん、ね、こう先生のお立場から見て この東京2020多様性ではどういうことが目についたでしょうか。そうですね。まだあのあじゃあ先にこっちいっちゃいますかね。はい、あのやはりセクシャルマイノリティ当事者のスポーツ参加っていうところをメインにやってますんで、まあ当事者アスリートの参加がまあ自分が何らかのセクシャルマイノリティであるということをオープンにして参加する方ってまあロンドンあたりから非常に増えてきてたんですよね。はい、で東京は100超えるだろうってリオの時に言われて、えそれをうちの まあ学校の方で行ったらですね、まさかっていう反応が結構あったんですけど、えーはい、蓋を開けたらご覧のと180名を超えて、うんえーで、パラリンピックの方でも、まあ、28名が少なくとも、うんえー、当事者であることをオープンにして参加してくれたと。まあ だんだんもうアスリートの中にも当然セクシャルマイノ何らかのセクシュアルマイノリティの当事者はいますよとだいたい人口の3%くらいは当事者というような統計出てますんであそれはオリンピックだったらこれぐらいの人数いるでしょうっていうのがまあ見える化される、うん、されたことこれは非常に大きな意義があったかなと思います。うん あの特に今回はトランスジェンダーのアスリートですよね、はい、あのウェイトリフティングのローレル・ハバードさんがすごく注目されましたけど、史上初めてトランスジェンダーであることをオープンにして、うんえー、競技に参加された選手が3人出てきたと。カ、うんえー、カナダののサッカーのクイーン選手それからあの スケートのスミス選手ですね、アラナ・スミス選手、スケートボード、こちらのお二人はノンバイナリーという形で、自分の性別、特段どっちとかいう感じじゃないという形なんですけど、はい、女性として、女性の競技に参加したという形で、これも初めてのケースだったんですね。はい、そういうふうにです、ね、当事者が見える化したっていうことは、非常に大きなことであったかなと思います。今回は非常に、あのー なんてううでしょう特別なケースみたいな言われ方をされたんですけれども、あのハバード選手がですね、ウェイトリフティングのハバード選手、えー、競技後のコメントとして、このような言葉を残してあります。自分が出たことが、まあ、歴史的な出来事であるべきだとは思っていないと、ね、新しいより理解のある世界に移行していく中で、まあ、人々は私のような人もただの人だということを理解し始めていると思う。えー、私たちは人間であり だからこそ、ただそこにいるだけで十分という状況を願っているという、まあ、このコメントがすべて表しているかなと思うんですけれども、まだね、ハバード選手が女性として女性の競技に参加するっていうことが手放しで歓迎されたわけではないわけで、だからまだ移行期なんだ、うん、でもいずれこれ、特別なことでも何でもなくな,なってほしいという思いですね。この思いを私たちが どう受け止めることができるのかっていうのが、まあ、一つ、まあ、レガシーっていうことになるんじゃないかなって私は思ってますあ画面の方はもうこちらで結構ですありがとうございますそれからあとお二方がお話しされていたことで関係にしますとあのメディアの話ですよね、はい、特にあの花岡さんを教われたそういえば取材する側に当事者がいなかったっていうのはそうだそうだと思いましてね <laughs> これはもう花岡さんパイオニアとして今後 <laughs> いや、あのー、なんとかひ。 ヒットコメントを飛ばそうと思ったんですけどね、<laughs> ちょっとボッチャに全部持っていかれた感があったんですけどね、ボッチャはもうね、見るからにダイバーシティー <laughs> であの今回その、北京の冬季のオリンピックに、あの夏のボッチャの解説をしていた、まあ、新井さんという方があの、スタジオで出られてたので、まあ、彼は障害のある当事者ではないんですけど、<laughs> 常にやっぱり選手たちと一緒にいるあの、その彼がオリンピックのスタジオにいるというのは、非常に僕もあの見てて嬉しかったんですね。<laughs> これはあの映画とか演劇なんかの世界でも最近そうですけど、まあ、障害のある役柄を演じるときにはなるべくその同じ実際に障害を持った役者が演じた方がいいだろうと。 トランスジェンダーの役をやるんだったらやっぱりトランスジェンダーの役者が演じた方がいいだろうっていう流れが今だんだんできてきているそれがまあスポーツの解説などの場面でも当たり前になっていくとまたすごく伝える側もねあの幅広くなっていって何一つ悪いことないと私は思いましたね。 それからあと、伊藤さんおっしゃられました、あのジェンダーに関する描き方の、まあ、ガイドラインですよね。IOC の方で表彰ガイドラインっていって、えー、スポーツにおけるジェンダー平等、公平でインクルーシブな描写のための、まあ、ガイドラインといったものが公表されて、まあ、その解説もしっかりされて、まあ、その成果はまだあのちゃんとあの定量的に見たわけではないですけども、これまでのオリンピック報道に比べると、非常に あの正当なものが多かったかなっていう印象を受けています。うん、で特に今回の北京のオリンピックはも,うもっとそうですね。前回の平昌オリンピックの時にあにカーリングの日本代表の女性の扱われ方が、はい、もう「そだね」ともぐもぐタイムばっかりだった。<ー>え銀銅メダル取ったたのにみたいなで今回はもう あのチームとしての強さ、アスリートとしての素晴らしさっていうところに、今のところ、重点が置かれた報道がすごく多くなっている。まあ、そういう意味でも、表彰ガイドラインを出したりという、その組織委員会のね活動の成果が非常に大きかったんじゃないかなというふうに、私は感じました。 ありがとうございますちょっと先生なのでこう性的マイノリティのこともう少し私聞きたいんですけどなんかちょっと聞いた話ではその180人以上こう自分はそうだって言った人でかなり女性の方が比率が多かったそういうふうにこう公表する男性の方がだいぶ少なかったっていうのを聞いたんですけれどもそのやっぱり男性と女性の違いっていうのはどういうところにあるんでしょうか はい、ありがとうございますいいますこと聞いてくれましたね <laughs>、はい、これはやはりあのスポーツと男らしさっていうイメージがもともとすごく強く結びついているっていうところが大きいかと思います。やはり特にこの場合セクシュアルマイノリティであるっていうことをオープンにするっていうのは男性の場合、まあ、ゲイであるとかバイセクシュアルであるっていうことを、まあ、オープンにするっていうことになるケースが多いんですけれども、うん、そうするとまあ 異性愛者ではない男性っていうのは男らしくない男性っていうレッテルが貼られちゃうんですね。<ー>そうなるとその段階でスポーツの場面にはふさわしくない存在っていう形で<ー>まあことと次第によっては排除される<ー>バッシングを受ける、まあ、そういうハードルがまだまだ高い、えー、<ー>というのがあってですね確かにあの男性のオープンする割合っていうのはまだまだ低い状態です。まあ、それでも今回ね<ー>あの飛び込みのトーマス・デイリー あの方はロンドンのオリンピックに16歳で出て銀メダル取って、はい、でその時はもうすでにゲイであることをオープンにしていたわけですけど、うん、今回さらにもう国民的な人気が高まって、うんね、またあの編み物の姿が可愛らしいっていうのと、うん、あのメダル入れを作ったっていうのがああいうところまで込みであのなんてうんでしょう肯定的に、えー、伝えられるようになってきたっていうのは、うん、少しずつやっぱ受け取り方が変わってきてる。 スポーツの世界でいうと2013年にアメリカの NBA ですね、はい、バスケットボールのジェイソン・コリンズという当時の現役選手が自分自身がゲイであるっていうことを、まあ、アメリカのいわゆる四大スポーツの選手現役選手で初めてオープンにして、はい、その時にはまあ当時の有名な選手とか何だったら大統領オバマですねあたりがあの彼のことをもうサポートするともうそ,その勇気を称賛するという形で非常に社会的に。 影響力のある人が好意的に受け止めるコメントを出した。そこで社会の見方が大きく変わったというのもあるので、まあ、これから少しずつですね、スポーツ界全体にその流れが波及していってくれると嬉しいなと思いますし、なるだろうと思っています。うん、はい。こう有名人でいうとこう花江さんの。 水泳の世界でイアン・ソープ選手なんかもそういう告白を前にねされてましたけどでも彼の場合はすごく苦悩があったような感じでしたけどこう水泳界にいる伊藤さんたちはこうそのことをどんなふうに捉えたんですか最初聞いた時。いやもう相当彼はやっぱりこのかっこいいとかやっぱ強いっていうイメージがすごくありましたしやっぱ水泳界の競泳界のパイオニアとしてやはりこの ししてたた部分ももあるのでで相当苦しかったと思うんですけどもやっぱりこのオーストラリアっていう国でもすごくヒーローなんですよね今もイアン・ソップのプールがあったりするんで <laughs> あの本当にフューチャーされてる選手なので私はそのカミングアウトを聞いた時によかったなって思いましたしやはりこの引退してからもなかなかこうカミングアウトできなかったっていうところの苦悩がすごくあったんだなと思ってなんかそれは。 ある意味もしかしたらいっぱいいるかもしれないですね水泳界にも。うん、まあその人たちにも勇気を与えたと思いますし、うん、あのそういう社会が受け入れる体制であるということがある程度示されたと思うんですよね、うん、イヤン・ソープさんがこうこうカミングアウトしたことによって。もうなのであの私はとっても 私はハッピーでしたけど、うん、見てて彼の幸せな姿を見て憧れてたけども別に男子生の選手だから憧れてたわけじゃないので、うん、ヤン・ソープっていう選手がいい結果を出して素晴らしい水泳選手だったってことが私たちはリスペクトしてたので別にそれがなんか変わったところで、うん、彼の成績は変わらないので、うん、あの全く逆に嬉しかったです私は。<laughs> はい、そういうふうにお話を伺っててやっぱりこうオリンピックとかその大きく皆さんがこう光を浴びてる人が勇気を出して言うとか今回もね東京2020でも180人以上の方がそういうことを訴えたりやっぱりそのオリンピックパラリンピックの場で何かがこう行われるってことは本当に社会に対して大きなインパクトが あるってていうのが改めて思いますけど東京2020というかほかに花岡さんなんかあそうだこれはこうだったとか <laughs> あのこれ伝えておきたいなみたいなことありますか、はい、今、あのー、お二人のお話聞いててそうだなってそうだね言うたらあかんねや <laughs> <laughs> そういえば今回本当に一言も「そうだね」を聞かなかったなって思いました。うん、でそれではなくてですね、あのー、じゃあパラリンピックの場合どうかって考え,、はい、考えてたんですけど、あのー、パラリンピックだと同じ競技でも「 決しててその男が必ず強いっていいっうわけでではないんですよ障害の程度によって同じ競技でも女性の方が圧倒的に強いっていうことがあるんですよね。はい、から何でしょうかねそのやっぱり社会で通念としてあるそれをぶち壊していけるのがやっぱパラリンピックなのかなみたいなことをちょっとお聞きして思ってたんですよ。はい はい、やっぱり女子の選手でもね本当にゴリゴリマッチョで、うん、あの強い選手もいれば男性で、えー、麻,痺がお麻痺しているところが多くて筋肉がついていない選手もいるのでじゃあ、どこにあのラインを持っていけばいいのかっていうのは、うん、きっとあのグラデーションなんだよねみたいなことを表現できるのもパラリンピックの、まあ、存在意義みたいなものなのかなって思います、うんうん、藤山さん、今うんうんとうなずいていらっしゃいますが。 そうなんですよね本当、あのー、別に一人一人性のあり方って多様でそのそのどこからどこが男性どこからどこが女性って綺麗な境界があるわけじゃないんですよね。だけどスポーツは今のところ男性と女性っていうふうに2つに分けてる分けざるを得ないだけれどもそうじゃないやり方もあるよねっていうのをいろんな方向から少しずつ見せていける、うん、あのパラスポーツっていうものは特にあのー そういった面でもでもすすね参考にるるべきポイントたくさんあると思いますあのバスケットボールなんかもそうですよね女性も男性も一緒のチームでプレーをするっていうことが当然になってますのでそういうあり方をすべてのスポーツにどうやったら広げていけるのかなっていうことをみんなで考えるいいきっかけになるんじゃないかなって思いましたね、うん、あとあの花岡さんがねこうコロナじゃなかったらこういうことができたのにって思っているパラのことがあるって伺ったんですが。 あの競技場外の話でもいいですかね。はい、はい、もちろんです。あのー、まあやっぱり大会。 それなりりにオペレーションがししっかりしてるると回るんですよ本当今回あの思ったのはパンデミックでもオリパラやれるんだっていうそれはあのみんなが感じたことかもしれないんですけどやっぱり僕あの失われたものは競技場の外にあるなと思っててですねあの例えばパラリンピックの開催期間中って選手も必ずコロナがなければ選手村から出かけてたはずなんですよ。でパラリンピック見るのは現状者だけじゃなくて障害のある人たちが観客として世界中から来たはずなんです。 そんな人たちが東京の街だったり関東近辺もっと遠くまで行くかもしれないですけれども、うん、日本中を、ね、うろうろすることにすごく大きな意味があったんじゃないかなと思ったんですけど残念ながらそれが実現されなかったと、うん、あのパラリンピックの閉会式で色とりどりの人が東京にいるんだっていう、はい、そういう表現をされてましたけどまさにそのリアルがあの東京の街で起きるっていう期待をずっとしてたんですけど、うんね、それがコロナで失われてしまった。うん あのダメージって結構僕の中では大きいんですけどでもその分やっぱりあの起きるはずだったことを日本にいる障害者が起こしていったりとか、うん、そういった考え方をみんなで共有しなきゃいけないのかなっていうところは思ってるんですよね。でもなんか私子子供供が小学校1年生なんんでですすけどうちの子供はパパラをパラをとししててごく楽しんでいてでなんか この人は障害があるからかわいそうとかではなくってこれすごいねっていうふうに本当にその瞬間を切り取って楽しんでだからもしかすると子どもたちはそ,そうやってこうピュアにいっぱいキャッチできたものはあったんじゃないかなってでやはり東京でやったっていうことでこう日本の子どもたちがより身近にそれを感じたんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたけど。そうですね、あのー パラリンピックの放送期間中もその視聴者の方から寄せられるメッセージの中にお孫さんが、えー、みんな楽しそうにやってていいねって言ったらお,おばあちゃんがみんな障害があって大変だからみたいな話をしたんですでそしたら子供のお,お孫さんの方がおばあちゃんに向かってなんでみんな楽しそうだからいいじゃんっていうことを言って子供にはあの障害っていう概念すらないんだってそのお母さんが、うん、投稿されてたんですけどまさにその通りだなって。 伝承されたり教えられたりするから凝り固まった価値観みたいになっていくと思うんですけどそれがない子どもたちから大人が学ぶことあのリバースエディケーションですねそれがあ,のあってもいいんじゃないかなということは非常に強く思いましたね でも本当にこう東京2020を振り返ってもなんかあそうだああだったって今、ね、皆さんのお話聞いててもたくさんのことを思いますけど本当にこの改めて多様性って大事なんだなってこうでただ掲げただけじゃなくて本当にこれから続けていかなきゃいけないんだなっていうのを思うんですがこう改めて多様性ってなぜ大事なんですか藤山先生。<laughs> まあもうこれはもうね、あのー、非常、まあ どなたも分かっていることやと思いますけどスポーツは一体誰のためのものなのかっていうことを考えたときに、うん、まあそれは当然スポーツをやりたいとか見たいとか何らかの形で携わりたいって考えるすべての人のためのものであって、うん、その時にあの性別とか人種とかね障害とか国籍とか宗教とかそういう属性とかで本人の意思とは関係なくスポーツの場面から阻害されるっていうことがあってはならない。 これはもうあの当たり前のことであって、えー、だもう理由とか何とかじゃなくて、多様性を尊重する、スポーツの場面で多様性を尊重するっていうのは当然の原則としてあるべきだと私はもうずっと考えてるんですね。で、まあ、そのことが特に今回オリンピックで、えー、まあ多様性っていう言葉を掲げて、あのまあしっかり主張された。そもそもね、あのオリンピックの オリンピック憲章の方にはちゃんとあ,のあらゆる差別の禁止っていうことは明記されてるんですけれどもそれを広く知ってもらうそういうきっかけになったというところはあるかと思います、うん、そういう意味でもやっぱスポーツをしたいと願うすべての人のためにですねそれにスポーツに携わる人間誰しもが多様性っていうことをしっかり尊重するそういう姿勢を持つっていうことがあ当たり前に大事なんじゃないかなって思ってます。 ありがとうございます。そしてあの伊藤さんなんかも広報の,の立場とかで見てで改めてあこういうことをこれからしていきたいなとかこういうことしたらいいんじゃないかってこう2020を経験したからこそ何かこう生み出されたアイデアみたいなものってありますか はい、やっぱりこのオリンピックとかパラリンピックって、うん、あのそれこそさっき先生が <laughs> あのスポーツ得意じゃなくてなんかこう排除されてきたっておっしゃってましたけどやっぱそういう方をやっぱ少なくしなきゃいけないなと思うんですよね。うん、やっぱこの もう私もずっと思ってますけどもこれはもう勝利至上主義ではなくてやっぱりそ勝利至上主義も大事なんですけども、うん、やっぱりそ,それだけじゃないこのスポーツの楽しさだったり誰でもそれこそ先生が言ってた参加できる施策だったり、うん、取り組みっていうのをやっぱりこのあの出していくアウトプットしていくっていうことが、うん そそれこそウェルカムなな姿勢になると思うんですよねどうしてもやっぱ若い時からやってて結果が出ないと試合に出れないそうするともうスポーツ嫌いになるとか、まあ、そういうところがやっぱり出てきてそれこそ今日本はスポーツ実施率上げましょうってずっと言ってますけども上がんないですよねやっぱりこうずっとやっぱ好きだった人が嫌いになったりなんかこう 好きでいいじゃないですか。好きでやるんなら全然いいですし、やっぱそれはスポーツのあるべき姿だと思うんですよね。それがやっぱ多様性とかっていうことに、やっぱ人数がいれば多様性になりますし、やっぱその強い人だけ、速い人だけ、結果を残せる人だけのものではないので、やっぱそこのオリンピックを見て、やっぱ金メダル取ってすごい、でもそのほかにやっぱりいっぱいその競技をやる人がいるからこそ、やっぱ金メダリスト生まれてくるわけですから、やっぱりその、 ななんていうのかな普及していくような取り組み普及をしてそこに参加する人がいかに大事かっていうことをやっぱりこのスポーツは門を開いて誰でもウェルカムっていう姿勢がスポーツ界はとってもこう重要ですしなんかこうスポーツがどうしてもトップアスリートのもの <laughs> なんか結果が出る選手だけのものに見えちゃうんですけど実は違うんだよっていうところがね重要かなって思ってます。 今回の、ね、北京とか見ててもなんかこう勝利じゃないもののところにもたくさん私たち感動させていただいたりとかそういういのってありますよね <laughs> まあ本当に今回すごい、ね、報道も素晴らしかったなって。 客観的に個人的にすごく思ってるんですけどもやはりその選手が歩いてきた奇跡だったりとか、うん、まあそういうその競技の魅力だったりとかさまざ、あ、まな角度であの魅力的な報道をされていたなっていうふうに思うしやっぱりそのメダリストだけじゃなくてハイライトの中に選手たちみんなが入ってたりとか、うん、まあそういうなんかこうオリンピック選手金を取る銀を取るってところだけじゃないあの私は。 ああのののことも入ってきたのであの頑張って私たちはこのスポーツ今この伝えるとかスポーツの概念っていうのをもう頑張って広めていかなければいけないなってちょっとこのペキ「北京」を見て決意しましまたなんかそれくらいあの心を動かされる一生懸命報道された内容だったなと私は思ってました。<laughs> あれですよね<ー>これはあの夏も冬もいわゆるストリートスポーツが競技に参加してますよね、スノーボースケボ、はい、それから、まあ、あとサーフィンとかボルダリング、はい、ああいう勝つことも大事だけど、チャレンジすることが大切とか、うん、競技者が競争相手でもあるけども仲間でもあるっていうカルチャーが競技スポーツの最高峰であるオリンピックに持ち込まれてきたっていうのは、なんか大きくスポーツが変わるきっかけなのかなって私は感じてますね。うん 急にキラーパスが花江さんから。多様性を尊重する意義っていうところでいくとじゃあ「多様性尊重する」の反対って何やって言ったら分類と分断だと思うんですよね。<laughs> でもスポーツの いいところってその分類分断を防ぐことだと思うんですやっぱりオリンピックパラリンピックなんでやるのって言ったら世界を一つにするっていう大きな目的まあ世界を平和にするっていうところがあるはずなんですよねが今回やっぱりそのメッセージが強く感じられたっていう話が花江さんの話でもあったと僕は思ったんですけどやっぱりちょっと不安 なな世のの中だかからこそっって思ったんですよねいろんなあのパンデミック以外の不安も今ちょっと世界を、ねはい、こう取り巻こうとしちゃってるんですけどでもそれだけじゃないよねっていうメッセージがすごく強かったなって思うんですよね。 人をつないでいくっていう機能がスポーツにはあると思うんですけどその多様性を尊重する意義っていうところで言うとね僕ちょっと個人的な体験になる,、はい、なるんですけど小中学生を大阪で過ごしててですねで大阪って昔から統合教育って結構,結構進んでるんですよね障害のある子も、はいはい、障害のある子もない子もあと生まれ育ちにもかかわらずみんな同じ地域の子は同じ学校に行きましょうっていうものがあってですねで僕はもう小中学校小中学校でえずっと 障害のある子たちと一緒に大きくなってきたんです。でまあ、いざ、自分が17歳で障害者になった時に対処できたのは、もしかしたらその経験があったからかなって思ってるんですよね。あのー、目の前でその脳性麻痺のあの女の子とかが寝っ転がってる。特別支援教室とかで僕らも冬はあったかいんでゴロゴロしに行ってたんですよ。 授業中じゃないですよ <laughs> <laughs> 休み時間になったらでそうやって一緒に過ごすことが当たり前だと自分が障害者になっても生きてて大丈夫なんだっていうようなものが理屈じゃなく感覚的に分かかっっったんんじゃないかないてて思ってるんですだから僕はもうスポーツに出会う前に、うん、あの生きる希望を見いだしてたというか、うん、まあ当然スポーツに助けられたところもあるんですけれども自分自身の命と向き合うっていうところでいくと、うん、やっぱりいろんな人いろんな子たちの中で 育,て育ってこれたっていうのはすごく自分にとってはあの生ききる力の引き出しが増やっぱりごちゃ混ぜにしていいことあるよっていう説明でいくとやっぱり生きる力が伸びるんやないのかなっていうふうには思うんですけどね。 でもねこうスポーツを通じていろんな人がまた一緒になるってこともこれからできると思うんですけどでこれからね普及していったらいいんじゃないかなっていう取り組みに関してもちょっと花岡さんはご自身の経験からもお話をいただけるということで、はい、今日はお写真もご用意いただいたということで引き続きではいいますかね、写真が。 あ出ましたねこれから復旧すべきっていうところでいくと後半の未来に向けていくところも<え>、あのー、重なってくるかと思うんですけど、はい、この写真はですね2013年にフランスのリヨンで行われた世界選手権にですねあの息子と僕2人で行ってきた時の写真なんですけどねもううちの息子は中学3年生の子にくたらしいおっさんになってきてるんですけれども <laughs> この当時はなんて可愛いんでしょうというね、はいでまあ、2人で、あのー、競技見てたんですけど結構ねあのここスタンダー あまり人がいないんですけど、日向なのでいないんですよ。日陰のスタンドの方はあの次の写真だとこういう感じで結構あの地域の方が。 来ててです、ね、まあ日本だとあのパラスポーツの大会って家族とか友達とかそういったあの個人的な関係のある人が多いんですけどもう地域の方が結構チケット買って来られててすごく賑やかだったんですよね。であのいろんな方が来られるので競技場の周りがですねこんな風に遊園地みたいになってたんですよ。だってあのお父さんお母さんが競技見たくても子供は見たくない場合もありますからね<ー>、はい、その場合はあの外であの自由に遊んでいいよっていうような。 でうちの子も滑り台滑ったりあとこれあのスリングショットっていうバンジージャンプの逆バージョンとかやったりとか<ー>あとこういう遊びだけじゃなくってあのパラスポーツ体験も用意されててですね、えー、次確かバスケですね車椅子バスケの体験ができたりとかあと、えー、ゴルフですね。 これ、あのー、樋口選手って言って、えー、2020大会も出場した選手だったんですけど、うん、まあ選手もこうやって他の競技を体験できるこういうブースが競技場の周りにたくさんあったんですよねで、まあ、パラスポーツの大会だからこういうものがあるっていうのもあるんですけど、まあえー、障害者のスポーツ大会じゃなくてもこういうのがあっていいと思うんですよで次の写真に行っていただくとですねこれ、えー、東京の町田市のゼルビアのサッカーチームのですね、はい、試合の時にあのー まあ、サッカーの試合って結構早い時間から皆さん集まってくるんですよね、えー、でそこの集まってはるところのステージでお話をさせていただいてこれ土田和歌子っていうあのはい。 彼女も、はい、<laughs> 去年出場してましたけれども、はい、彼女と一緒に、えー、トークさせていただいてで次の写真に行くと結構ねみんな興味を持って見てくださったりとか<ー>でやっぱり人が集まっているところで何かしたいねっていうところで,でレース用の車椅子の体験なんかも、ね、<ー>していただいたりとかしてでもう子どもたち、これやるとでですすねもう2回3回必ずリピートしてくるんですよ<あー> <laughs> あのスピードメーターがついてて次は何キロ出すとか言って、ね、やっていくっていうことをやらせていただいて。 なんかこうもともと人の集まっているところで、えー、パラスポーツの体験させていただくっていうのもすごく大事かななんてことを思ってます。あと、やっぱり、えー、この東京の2020大会までいろんな学校を回らせていただいたんですよ。はい、これはやっぱり 東京都産のオリパラ教育推進という施策があったからなんですけどやっぱりそれをねこれからも続けていただきたいなというところはあります。じゃあ次の写真はで僕がオリパラ教育で学校行くとやっぱり子どもたちには絶対体験していただきたいなと思っているのでこれはまあ車椅子の練習をしているところなんですけどただ車椅子で、えー、漕ぎ方の練習するだけだとつまらないですし例えば段差を越える練習とかすると車椅子は不便だっていうイメージがもっと強くなってしまうので <laughs>、うん、僕はめったに やらないんですけど、うん、何をするかというと、ちょっと動画をですね、三十秒ぐらいなので見ていただきます。しまよーい、スタート。<laughs> 間で喋っても大丈夫ですかね。<laughs> これあのー、はい、小学校で先生たちにクラス対抗で。 車椅子レースをやってもらうんですよ当然子供たちに乗せてあげたいって先生言わはるんですけど、先生たちのレースの方が盛り上がるんですよ。<laughs> で、これ、あのー、女性の先生が男性の先生に勝つんですけれども、まあ、多分子供たちめちゃめちゃ盛り上がってるのは、まず、その、 大人が慣れてないことに一生懸命取り組んでるっていうのが面白いんやろうなっていうふうに感じてますあとやっぱりその道具使ってるので体重軽い方が有利だったりするんですよそうすると男性の先生よりも女性の先生が早く走れちゃったりしてで、もう自分たちの担任の先生が勝っただの負けただのって言って盛り上がってくれるっていうミニパラリンピックが小学校で開催できるっていうのがあってですねで、まあこれと同時に多分子どもたちって車椅子でも楽しめるんだとかそういう感覚 を持ってくれると思うんですよでこういう楽しい時間を過ごすと僕との距離がこれぐらいまで縮まってくるっていうのがこの写真ですね<ー>、はい、縮まりましたねぐっと縮まってきますやっぱり出会った瞬間ってねあの車椅子の知らんおっちゃん来たみたいな感じであの距離があるんですけどやっぱり楽しい体験の後はこういう感じになるんですで僕話の中で自分の足の感覚がないとかいうのも話すんですけどそうするとこういう時に足つねてくるんですよ <laughs> 本当に感覚ないのっつって,ってでも先生は真っ青になるんですけど僕 いいよいいよっていうやっぱりそれぐらいのその心の通い方ができるっていうのはやっぱりスポーツっていう媒体があったからかなっていうふうに思ってます確かに本当この、ね、障害のある人かわいそうじゃなくてあ楽しんでるなとか私もこれやりたいなとか逆に別にねあの車いす自分だって乗っていいじゃないかみたいなそんな気持ちにもなりそうですよね。そうですねで 僕幼稚園から大学生ぐらいまで学校は行かせてもらうんですけどいくつぐらいからできないことをかわいそうだって言い始めるのかなと思っていろんなところで僕,僕のことかわいそうだと思うって聞いて回るんですけど3歳から僕のことかわいいだって言いますね、えーはい、なので3歳ぐらいにやっぱりできないことイコール悪いことっていうような価値観がもう根付いていくんだなって思うとやっぱりどっかでチェンジしてあげないと結局はその障害のある人かわいそうっていうのは。 あの自分自身がもし何かできないことに直面した時に自分かわいそうになっちゃうわけなのでなやっぱりそこをチェンジしてあげる意味でもできない人でもあの工夫すれば幸せになれるんだっていうようなそういうイメージは持ってほしいなとは思いますね。あねこれよくくなないいももののをを数えるるるんじゃゃててあるものを生かすっておっおしゃるけどそういう 感覚なんですか、ね、そうですね、誰しもあの苦手なこと、得意なことあると思うんですけど、<laughs> 得意なことを伸ばした方がいいのは、誰にでも当てはまるし、で反対に苦手なことにとらわれると、やっぱりしんどくなるのは誰でも一緒だと思いますからね。うん でもね、この今普及していく取り組みって,いうし,てしたらいいという取り組みでお話いただきましたけど花江さんや藤山さんも何かこういうことやったらいいんじゃないかなっていうような今パッと浮かぶアイデアみたいなものありますか いろんなものあるんですけども、はい、例えばあのそうですね、まあ、花岡さんのおっしゃられた文脈からのつながりでいうと、うん、特に障害者スポーツに関しては日常レベルでのスポーツができる環境、うん、これをこの木々ですねもっと広めていただきたいっていうのはありますね。障害者が使えるるよよううにスロープを作ってるような体育館でも、うんあの 床にフロアに負担がかかるから車椅子バスケはだめですみたいなところがまだやっぱあるあまそれ分からなくはないんだけれども、うん、いやなだったら何のためのそれはユニバーサル化なんですかという話も、ね、出てくるのでより日常的にスポーツに親しめる環境づくりっていうものを、えー、継続して普及させていってほしいっていうのが一つと今日の文脈でいうとメディアですよねやっぱり、うんあの。スポーツ以外ののの場面ででもメディアの伝え方っていうのを、うんまあ、視聴者である私たち えー、受け手である私たちが、えー、しっかり見てですねでこれおかしいなっていうのは意見を伝える、うん、であとこういうふうなのがいいよねっていうような、うん、あの対立するんじゃなくてね,ね喧嘩腰とかじゃなくて私たちはこういうのを見たい聞きたいっていうことをメディアの中の人に伝えられるとですねより良いあのメディア環境になるんじゃないのかなっていうふうに思ったりもします。うん、はい あと今日はあのスポーツのね指導者の方とかいろんな教会の方も見てくださってるんですけどそういう,こうスポーツの場にいる人たちがこれをできるんじゃないかなっていうようなちっちゃな一歩みたいなものでも何か先生が今浮かかぶものってありますかそうですね何だろうん <laughs> だろうね。 まあ、例えばですよそれこそ花岡さんがやってられたような取り組みにそのチームで参加してみるとかですねあの直接やっぱ体験するっていうのは一番学びを深めるツールになるのであの今い,いろんな教会でも、ね、あのそういう体験とかやってる方とたくさんあるのでそういう取り組みにもあの参加してみるただ単にその競技を上手になるための練習だけではなくって、はい、ちょっとスポーツを通じて 何かを学ぶっていうイベントもちょっと指導者の方が工夫してくれるとより広がるのかなという感じですかねありがとうございます、まあ、そういったいろんなことが、まあ、東京2020の学びからもこうアイデアも出てきましたけどじゃ続いてね、まああのまあ 続くことなんですがテーマの2つ目として、まあ、未来に向けてのアイデアってことでまたどんどんお話しいただきたいんですが、まあ、未来に向けて本当に私たちできることはたくさんあるような気もするしないような気もするしでもやっていかなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど各分野でこう これがちょっと課題だなと思うことを各パネリストの,かあの方にお話しいただきたいんですが例えばね伊藤花恵さんだったら、まあ、女性ということで生理の問題月経の問題とかおっしゃってましたけれどもこう女性という意味で今後未来にこういうことをちょっと課題だから提案皆さんにしたいっていうものってありますか、うん そうですね、まあ、やはりこう女性の,この体の健康っていう視点からいってもですねやはりまままだまだあの知られてないいな部分もたくさんあると思いますやはりこの,、まあそのジェンダーっていう話になってきますと男性だけじゃない女性だけじゃないっていう課題もありますけどもこの女性の体の健康っていうところになりますとやはりこの元指導者本当に男性が多いですから。うん まあ何が一番課題かっていうとですね、その月経のことのコミュニケーションの仕方なんですよね。あ,<ー>あのもちろん先生たちは課題を持ってます。はいうん、やっぱりこの月経に関してコンディションどうやって整えていけばいいのか、うん、この女性の選手のこの周期っていうのをどこまで把握したらいいのかとか、うん、まどこまであの知ればいいのかっていう悩みも多くあるわけですよね。うん、なか最初から知らなくていいと思ってるわけではなくて、やっぱりこの時代の流れで。 知らなきゃいけないし知っていたいけどその先にどういうふうに実践したらいいのかっていう悩みがありますのでやっぱりそのコミュニケーションの仕方であったりとかそれはやっぱ女性の選手自身もですね自身の健康っていう状態がどういう状態なのかっていうのを理解する必要があるんですよね。やっぱなかなかかこの 現代で言いますと、そこを習う場所がほとんどないわけですよね、うん、あのどうやったらあの自分の体調が良くなるかとかなかなかその指標が示されてない部分があります例えば月経の量が多いってどのぐらいなの少ないってどれぐらいなの、うん、人と会話することないので、うん、それが女性同士も、うん、まあそういうところの知識だったりとかどういう状態であれば病院に行くのかとかっていう 細かいことですよね、うんまあ、そういうところが、まあ、少しでもあのシェアできたり共有できたりしていくことそれが正しい知識として指導者の方にも届いてあの女性の選手から相談を受けれる、うん、あのそれこそ門を開くような形で、うん、あのどこから例えば先生が急に。 今、生理なのって聞いたら、例えばセクハラっていう概念にもなりますので、まあ、そういうこのお互いの認知の仕方っていうのを、やはりこう統一していく必要があるかなって思ってます。うん、うん、確かにこう、月経ね、生理の問題っていうのは、女性同士でもあんまり話さないですし。あと、女性同士でも、人によってすごくこう、症状が重い人もいれば、月経の期間でも全然普通ですっていう人もいますし。 ねあのー、あとピルとかを飲むとかきっとで特に水泳の世界で私ねそれこそどうしてんだろうって思ってるんですけどでね花江さんは1252っていう運動で年間52週のうち12週が月経の女性は週なんだってそれだけ大事なんだっておっしゃってますけどそれをその水泳選手ってどうコントロールしているんですか そうですね、まあ、私たちは、まあ、当時はですねもうそういうあんまり知識はなかったんですけども、うん、まあ生理って言われるぐらいですか生理現象であの毎月来たり、うん、まあ自然に来るものであるんでもう水の中に入るのでもうタンポンを入れるっていう選択肢しかなかったんです。うん、それれかまたは入れない とかね、<laughs> そういう選択肢にもなってくるんですけど <laughs> まあただ現代的に言いますとやはりその対策ができるその月経に対しての対策ができる、まあ、月経ってなぜ来るかっていうと妊娠が可能になる、うん、体になるっていうことなんですけどもやはり妊娠をしない例えばアスリートであったら10代のうちに妊娠するっていう。 選択肢はほとんんどなないわけなんですよね、うん、その中でこの内膜が毎回分厚くなって例えば内膜症だったり、うん、まあ筋線症というかいうあの症状とかも出やすくなったりとか、うん、まあその内膜症が不妊のリスクになるっていうこのエビデンスもありますので、うん、まあ何かそういう知識をしっかり持ってその内膜症にならないために例えば月経を起こさない。うん まあ、ピルを飲むっていう選択肢もありますし、ピルもたくさん種類があって、あの症状によって変えることもできますので、合わなかったら変えることもできる。だから、つまり長期的な対策がすごい必要になってきて、四ヶ月後にオリンピックがあるから、今から始めますみたいな、私なった、私みたいなタイプだと、ちょっとこう失敗する可能性がありますので、あの、ちゃんと知識を持って、婦人科の先生に相談をして、コーチともちゃんとお話をして、自分がこれでいくんだ。 っていう信じられる道をあのみんなで見つけていってあげなければ、うん、選手一人じゃなかなか決定できないことでもあるのであのそこがねあの一番選手にとってはやっぱ先生、うん、コーチっていうのが一番信頼を置く大人ですので親御さんもそうですけどもそういう指導者の方が正しい知識を持って例えば婦人科に行ってみなよとか。うん ね、こういう先生がいるよとか、まあ、言ってもらえるだけですよね、うん、でやっぱそういうちょっと声がけだったりとか、うん、生理何日目って話じゃなくて症状がしんどかったらこういうこともできるよ、うん、ああいうこともできるよっていう選択肢を与えられる存在になっていったらいいなって思います。うんうん 特にね、ジュニアっていうか、ちっちゃい子なんかは、まだ自分でも体のことがよくわからないし、なんかこれを言っていいのかとか、あと、なんか知らなきゃ私イライラするとか、やる気がない感じでコーチに怒られるとか、そういうなんかもメンタルもなかなかコントロールが難しいし、本当にその、ね、特に男性のコーチたちだと、どう関わっていいのか。 ね、花江さんおっしゃったように言うとセクハラになるしとかその距離感の置き方っていうのも難しいですよね、藤山さんはなんか <laughs>、まあ。これは本当に非常にセンシティブな問題ですから、うん、一概にこうっていうことはないんですけど、うん、まず男性であれ、女性であれ、指導者であれば女性の指導をするのであれば正義ということについてやっぱり知識を持つという姿勢はまず必要である。うん、その上でただ 指導者の人がすべてを解決するということは多分難しいので例えばその伊藤さんのプロジェクトのウェブサイトを紹介するとか,とかあのまあそれこそ専門家と自分でネットワークを作ってあの気になった症状はこの先生に相談してねっていう紹介をするとかそういう何て言うんだろうな 自分だけで解決しないネットワーク作りっていうことをやるとあのすごく楽になるし、えー、特に選手にとっても、うん、希望の持てる、うん、体制になるんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます、ね。今日も多分ご覧いただいている方に男性陣は確かにそんなことちょっと触れられないなって思ってる方も多かったかもしれませんけどぜひ参考にねあの伊藤さんのそういうページもしていただきたいと思います。そしてじゃあ今度藤山先生に。 あの皆さんにねぜひお伝えしたいというアンコンシャスバイアスというちょっと概念についてぜひ今日は皆さん知っていただきたいと思いますがどうしてもこういう多様性っていうお話をするときに最近よく使われる概念ですが私がもともとやってきた男女共同参画とかジェンダーの場面で近年よく使われているのがこれなんですね、うん、アンコンシャスバイアス。 これはのどういう概念かって言いますと、まあ、訳語としては無意識の偏見っていうんですけど、うんまあ、それは偏見って大体無意識でさねなのでもっと言っちゃえば誰にでもある思い込みっていうふうに理解していただいた方がこの場合ふさわしいのかなって思ってます。 つまりですねアンコンシャスバイアスってそのものが悪いわけじゃなくって誰にでもあるも私も持ってます何かしらあるはずですただそれになかなか気づいてないってだけですそれが偏見とか思い込みであるっていうことには思い込みだとなかなか気づかないですよね。 例えばっていうのが今ここに出してる具体例なんですけどほら血液型を聞いて相手の性格を想像するね <laughs> 人間のタイプ4つしかねえのかとか思いますけど <laughs> とか性別とか世代とか学歴とかあと出身地とかで相手を判断するな私なんか九州の人間ですからあ九州ですかお酒強いでしょう <laughs> まあ強いけどね <laughs> 強いけど <laughs> そうぜとかね とか親が単身赴任中ですなんて聞くと親イコール父親っていう風になっちゃうとかね<ー>で子育て中の女性に転勤を伴う仕事は打診しない方がいいなとよかれと思って思うとか男性から育児休暇の申請があるとあれ奥さんは何もしないのって思っちゃうとかで別にそのこと自体いいとか悪いとかじゃないんです。誰もがが持ってるただそれが他者を 傷つけたたりするることも当然あるでしょうそれれが発言された時また自分がそう思い込んでることでせっかくの新しい発見を台無しにしたりですねあの新しいことを始めようってしてるときにいやそれはもう無理でしょうとか言われちゃったらイノベーションの芽を摘んじゃうし、まあ、成長機会を失っちゃったりすることにもなるっていうふうにやっぱネガティブな影響を及ぼすっていう意味でアンコンシャスバイアスっていうのはなるべく なくしていきたいよね。気づいて変えていこうよっていうのが今の流れです。で、これやっぱもうスポーツの場面でも重要なんですね。で、スポーツの場面でありそうな。アンコンシャスバイアスっていうと、例えばまあ、普通そうだと大抵こうだっていう価値観とか、指導方法とか。まあ、競技の方法とかそういったものの価値観ですね。の決めつけであるとか。どうせダメとかきっと無理。とか 二刀流そんなことできるわけないなんていう能力の決めつけとかえそんなはずはないこうに決まってるみたいなっていう,もう解釈の押し付け伝統とかでもよくありますもんなこ,こうあるべきだとかこうでないとダメだっていう理想の押し付けなんていうのがスポーツの場面とかまあ私なんかは教育という場面に携わってますからそういう場面でどうしても出がちな。 もので,すでそれは確かに自分の経験からこういうことが言えるって積み上げてくることは確かに大事なことなんだけれどもそれ,それにとらわれちゃうとなんかせっかくのものが失われてしまう。なのでまあちょっとそれってどうなんですかねっていうふうに指摘をされた時にいや自分はこうやってきたんだからこれで間違いないっていうふうに突っぱねる前にですねあて自分の考え方とか。 ものの見方っていうのは、これで良かったんだっけもしかしてこれってアンコンシャスバイアスなのっていうふうに、ちょっと相対化してですね、で、その指摘を率直にちょっと受け入れてみてほしいんですよね。で、やっぱあの、ね、アンコンシャスバイアスって本当無意識ですから、みんなある、誰しもあるし、逃れられないものですけど、指摘されたら気づくことはできるわけです。うんそうしたときに、あ、そうか、じゃそういう考え方もあるっけかっていうふうに、 変えられる柔軟性というものを指導者の皆様には特に持っていただきたいなということで今日はこのお話をここに無理やり持ってきたということでございます、うん、ありがとうございますもう無理やりというのは本当に大事なことなんですけどやっぱり思い込みって花岡さんありますよね <laughs> いやあのここまでのお話の中で僕思い出したのがユキヤコンコンの歌なんですよ、はい、あれがあることで犬は 寒くない猫は寒がりっていう完全なるアンコンシャスバイアスが日本人には <laughs> 犬も猫もちょうどいいのがいいのがに決まってるんですよねを飼ってる花岡さんから。あの以前には犬も飼ってたんですけどめっちゃ寒がりでしたからね多分そういうことなんだろうなって知らず知らずに刷り込まれていってそれが確固たる価値観なんだって自分で何か思い込むっていうことにも気づいてないわけですよね。 なんかそう、その当たり前になってることをどうやって覆したらいい,いいっていいんやろう、覆していけばいいのかなって思ってたんですけど、やっぱりそこもスポーツをうまく利用するのかなと思って、で、あの、よくそのスポーツの レベルの段階で、レクリエーションスポーツの上がハイパフォーマンススポーツみたいな、あの、そういう言い方されるんですけど、はい、レクリエーションってすごく大事ですよね。クリエーションの繰り返しっていうことですから、はい、それなくしてハイパフォーマンスは実はないんですよね。そのクリエイティブでい続けるためには、アインコンシャスバイアスってすんごい敵だなって思いました、今。はい <laughs> ね、そこがなんかスポーツをすることによって、なんかこう、新しい気づきとかが得られて、自分自身のバイアスに気づいていくみたいなのもあっていいんだろうなと。そうですね、でそれこそあの花岡さん、先ほどねあの、メディアに出たときのお話であの、一人一人のそのらしさをどう表現するかっていうことを考えるようになった。まさしくあの アンコンシャススバイアスからのの脱却の事例なんですよね、はい、こういうシーンではこういうセリフがピタッとはまるみたいな言い古された形ってあるじゃないですか、はい、またあれがかっこいいから使いたくなるんですけど果たしてこれはこの場面で本当にふさわしいのかって考え直すこと考え直したというあの花さんのもう実践そのものもなんですよねあの実は僕もバイアスがあってですねあの開会式で 片翼が片っぽの,、はい、あの飛行機の役をやった和合結衣さんが出てきた時に僕この子健常者じゃないかなと思ったんですあまりにも演技がすごいのでどっかの健常者の劇団の女の子が車椅子に乗ってやってんのかなって思ったんです最初もうまさにバイアスもいいとこなんですけど、うん、<laughs> そ自分かって車椅子に乗ってるけど車椅子に乗ってる女の子を見た時に 13歳の少女がこんなことできないっていうようなそういうバイアスが実はかかってたそれに気づいて一人で泣きましたね <laughs> <laughs> でもそこに気づけるっていうことが大切でね、うんうん、そこで気づいても気づかないふりをするとかずっとスルーしちゃうっていうのがダメな,ダメなことであって、うん、やっぱそれこそ誰でもあるけどそこに気づけるっていうことが、うんえー、大きな強みって思っていただいた方がいいかと思います ね、こうちょっと立ち止まれるっていうねその力って大きいですよね。まあ、そろそろねあと10分ぐらいなのであのまとめでいくつかいきたいんですけどあとねあの今回のテーマの中にこの多様性を大切にする、ね、尊重する意義と課題ということでちょっと課題今後の課題についてもあの皆さんの思っていることを聞きたいんですけどこう多様性と例えばさっきあの 最初に先生がこう重量挙げの,、ね、あのトランスジェンダーの選手で例えばああいったことももしかしていやちょっと不公平じゃないかって思う人がいたりとかそういう,こう多様性を尊重することによって何かこう課題が生まれてくるってこともあると思うんですけれどもまずそのあたり先生はいかがでしょうか。はい、あのそうですねこの ウエイトリフティングの選手だけではなくて、ですね、はい、あの今回は DSDs、つまり典型的な女性の平均的な男性ホルモン値よりも非常に男性ホルモンの濃度が高い選手というのが2人ですねあの競技に出られなかったというものがあります。うん、つまりあの、セクシュアルマイノリティの当事者に対する視線がすごく優しいものになってきた、肯定的なものになってきたとは言いますが、例えばそのハバード選手のような。 男性として生まれたんだけれども女性として生きているそして女性として競技に参加するっていう選手であるとか典型的な女性よりもまあ男性的な数値が出ている選手に対しては非常に厳しい目線、うん、ずるいとかあれは男じゃないかなんていうひどい言い方をする人もいるだけれども一つ分かってほしいのは ハバード選手にしてもその DSD の選手たちにしても自分が優位になりたいから女性の競技に出てるわけじゃないんですよ。女性として生きてるから女性として競技に出たい、ただそれだけのことなんですね。うん、そこをまず分かった上でじゃあどうすることがふさわしいのかっていうことを考えていくことが必要になるわけです。で、あのハバード選手もちゃんと IOC が決めたルールにのっとって、うん、えホルモン値を調整してですね 参加しているわけですすからルルールにはのっとっているわけですでもそのルールがおかしいというのであればまたそのルールを考え直さなければいけないということで、まあ、IOC も実はこのオリンピック終わった後にですねあのトランスジェンダーの選手や DSD の選手が女性として競技に参加する上でのルールっていうのをまた少し変えてきてるんです。 で10のポリシーっていうものを出して、まあ、原則この10個の原則を守った上で各競技団体がルール作りをしてくださいって丸投げしてきたんですよね今度はね。<laughs> でもそれはつまり、あのー、各競技団体が そういった人たちを排除するのではなくてどうやればみんな納得して競技に参加することができるのかを考えてくださいっていうメッセージなんですわ。当事者を必ずその競技の場に参加させ,てさせることそれからエビデンスをベースにしてあの議論を進めていくことっていうことなどを定めているんでね。 なので、まああの、まず排除するのではなくてどうやったら一緒に協議ができるのかということをね協議、うん、に携わる皆さんには考えていただきたいなというふうに私は思っています、はいはいね、こう課題を人ごと事じゃなくて自分事と,としてじゃあ自分たちだったらどうするかというその視点、大事ですよね。花岡さんいいかかがでしょうう課題っていうとやっぱり ダイバーシティってて手間がかかるるんんだと思ってるんですん <laughs> ちょっと言い方が乱暴なんですけどはい、はい、やっっぱり公平にしてていくってなんんか一工夫必要だと思うんですよねただ平等にするだけだったら参加の機会をあのもっと広げてオープンにしてみんないらっしゃいで済むんですけどやっぱりそこで例えばできるできないの差であったりとかそれこそさっきのアンコンシャスバイアスで、えー、どうせこうだろうみたいなそういう関係性し,しか作れないんだったら。 全くその安心安心全でではないんですよねあそこの安心安全っていうところを作り上げるためには公平性を担保するっていう手間をかけなきゃいけないとでももうどんどん世の中便利になってきたから効率よくないとダメだし時間かかることダメだしみたいなそんな感じになってきててやっぱり未来のためにっていうそういう語り合いが本当に失われていってるんじゃないかなって思うんですよね。 何のためにごちゃまぜにするんだっけっていうところからやっぱり手間をかけて時間をかけてみんなで納得するまで理解し合っていくっていうようなそのまあ他者理解っていう話ではなくって何のためにやるのかっていう理解を深めていかないと進まないんだろうなっていうふうなことは思ってます。で最近なんか「ダイバーシティイクルージョン」のところに「E」がついて、はい「ダイバーシティ・イクリティイクルージョン」って、うん、ややこしになってきてますけど。<laughs> うまくかかってますね <laughs>。そうなんですよ。やっぱりそのイクオリティがないと、ただ <laughs>、うん、あのインクルージョンしただけじゃうまくいかないよねっていうそういう話なのかなとは思ってるんですけどね。ありがとうございます。花江さんは課題意識としてはいかがですか。はい、やっぱりこう日本人だとまあなんかこうなんかこう価値観が結構こう同じような形で育ってきてはいると思うんですけど、やはりこうまさにこの世界の 舞台オリンピックとかパラリンピック行くと本当にいろんな国の方がいていろんな人種の方がいて宗教の方がいますまあそれがまあオリンピックパラリンピックではあるんですけどもやはりその勝利っていうことだけじゃなくてこのオリパラはそういうさまざまなその平和だったり平等だったりって学べる場所でもあると思いますしやっぱその中で私もずっと元気時代 あの過ごしてきてき国際的なあの交流もたくさんしてきて今も継続して友情もありますし、まあ、やっぱりこの日本人が日本人だけとではなくてですねこのインターナショナルなグローバルな視点を持っていくっていうことがまさしく課題かなって私は思っています。もちろん日本の文化 歴史伝統って素晴らしいものたくさんあるし海外の方から素晴らしい素晴らしいって言っていただいてますでもそれだけじゃなくてやはり海外の方のここが素晴らしいだったりとか海外の文化のここが素晴らしいよねって言えるこう日本人でありたいなっていうふうに思うのでやっぱこうインターナショナルグローバルな視点っていうのを持っていくそうすることによってなんかこう自分自身がなんかこう日本 ごけじゃない国何か,か貪欲になったり寂しくなったりいろんな感情があってなんかこうあ自分は自分なんだっていう確認する場面が多くあるのでやっぱその違う人たちと交わることっていうのをやっぱりこう皆さんさっきほどからたくさんごちゃ混ぜっていう言葉もおっしゃってましたけどもまあそういう本当にこの障害とか 性別とかだけじゃなくて、やっぱこう世界に目を向けて、全部が一緒になるような機会っていうのを、やっぱ子どもたちにも作っていってあげたいなって私は思ってます。やっぱりどうしても髪の毛はみんな黒いですし、うん、あの <laughs> みんなやっぱりこうね、あの目は黒いですし、うん、まあそういう国の中で私たち生きてますので、もっともっとそういうインターナショナルなあの視点を持っていくことが やっぱり課題だし、海外のニュースをみんなが読む時代になるといいなって思います。<laughs> なかなか、ね、入ってこないのでね。日本だと<え>自分で取りに行かないとね。<laughs> そうですね。すねねはい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、あと数分なので、もうまとめに入りたいんですけれども、最後にですね。今後、これが大切だっていう。キーワードを、お三方に紙に書いていただいて、そのキーワードとともに。 最後の皆さんへのまとめのメッセージを頂戴したいと思っております本当にねあと数分なのでパッともう頭に浮かんだもので構わないんですけど <laughs> あじゃあちなみに花江さんあの一つ質問が来てて国際大会で日本人選手への偏見とか差別って感じられたことありますかっていう質問が来てるんですけど今ね国際的な仕上がっておっしゃってますそうですねなんかアジア人 っていう感覚は持ちますよねなんか日本人っていうよりかはなんかでもそこの差別はあんまり感じなかったですね、うん、なんかあんまりこうスポーツにおいて、まあ、スポーツは言語だって言われてるだけあってやっぱスポーツ場面ではやっぱりないかなって思ってますけどそ <laughs> <laughs> いかレガーのご質問世界でねはい,いてありがとうございます、はい、僕は言わないでいいですか大丈夫ですか <laughs> 言ってもらおうかしら <laughs> いやあのアメリカで日本円を両替しようとしたときに1万円出したらこれどこの国の金やって言われたのがあってだからみんな知らないんだなっていうそうだからやっぱりお互いのね国のこととかもやっぱり個人のレベルでも知ることとか知ることから始めるってすごく大事なのかなって思いました。あちょうど 花江さんがサイン書き終わりました。はい、じゃあ、じゃあその最初からの順で花江さんからでよろしいですか。<laughs> はい、じゃあ最後まとめのね、キーワードと最後の最終的なメッセージお願いします。はい、もうシンプルにリスペクトと思いやりをっていうことで、もうお願いしますという感じで。あの、それこそね、アンコンシャスバイアスがない状態で、その人をリスペクトして。思いやってみたら、ちょっと世界変わるかなっていうふうに思ってます。 以上でございます大丈夫ですかなんか時間がないと思いますので <laughs> ありがとうございます,、はい、いますシンプルなメッセージありがとうございます、はいはい、そしてじゃあ花岡さんお願いしますはいさっきの話の中から、えー、<laughs> ひと手間かけてみんなで幸せになろうと <laughs> まあ幸せになるのに手抜いてあきませんね <laughs> はいこんな感じですありがとうございます <laughs> じゃあ藤山先生最後にまとめの <laughs> なんでしょうね。大喜利で最後に回ってきたみたいな感じですけど、<laughs> 私全然違うことをやって、あの最後もう一つ補足しましょう。3.3%。これはあの、日本の調査でですね、えあの信頼のある調査で、セクシュアルマイノリティの当事者が人口に占める割合です。3.3%っていうと33、4人に1人ですから、学校の一クラスに1人は何らかの当事者がいる。つまり、あなたが指導している選手の中にも当然、 当事者がいるんだっていうこと、頭に置いて、まあ、セクシャルマイノリティに関する情報も、あの、ハンドブック等々お読みいただいてですね、学んでいただければ嬉しいなと思います。以上でございます。ありがとうございます。本当に皆さんね、っと来るものを最後にまとめていただきましたけど、本当にね、今日、 多様性ってことで本当に多様なお話そしてこう切り口がもういろいろ混ざったりとかあとね、まあ、皆さんがこの多様性についても聞きたかったってこともあるかもしれませんけれどもまあ今日はねこういったお話になりましたで今日聞いたことであそうだ納得できたっていうこともあればなんかまだ違和感あるなってこともあると思うんですがその違和感もぜひ大切にしていただいてそこからじゃあ自分が自分なりに考えてみようとか行動してみようっていうことで何か自分のね一歩をしていただきたいと思います。人に 伝えるでもいいし本当に小さなことからでも始めていただきたいと思いますということでお参加本当に今日はありがとうございました伊藤花江さん花岡信和さんそして藤山新先生ありがとうございましたでは司会の小林さんに戻したいと思いますどうもありがとうございますはい、えー、江口さんそしてパネリストの皆様ありがとうございました、えー、これで終了となるんですがあの受講されている方にアンケートの協力をお願いしたいと思っております 本、セミナーあの退出ボタンを押していただくと、別ウィンドウにてアンケートフォームが出ます。ぜひこちら、アンケート協力していただいて、今後の運営の参考とさせてください。それでは、以上をもちまして、指導者向けの令和3年度第2回スポーツインテグリティ研修会を終了いたします。長い時間にわたり、ご参加いただき、誠にありがとうございました。